シラニはじめぞ、シラニはじめから1306年は、金、現代の原曲の作家。ひとしはじめは、字で、意味縄しらき、号は、乱国。新帝出身。石環境、馬遅延、低高素と共に原曲四大化とされる。シラニはじめは代々金に仕えて、官僚を出す家柄に生まれた。モンゴルによって開封が陥落資金朝が滅びると、 一回山の浮き目にあったが、元高門の庇護を受けて養育されるようになった。これは白、虚意の子孫とされる、白に初めの家が、原神の子孫とも言われる元高門の家と、先祖代々親しくしており、その良しみによるものだった。元高門は、白に初めの文才に期待をかけ、我が子同然に育てたという。1237年、父の八家が無事であり、 マサダメを支配するモンゴルの肝心予行士甘沢に仕えていることが分かったため、父の元に戻った。シラニ初めは、フミ・甘沢に目をかけられ元朝に出資することを推薦されるが、これを拒否した。そして1261年から各地を転々とするようになった。彼は、マサダメにいる頃から戯曲を作り始めており、作家として生活の糧を得るようになった。 その後南宋が滅びると、1280年頃から健康に定住するようになり、生涯頑長に使えようとはしなかった。半ばイント遁者の生活を送り、80歳ぐらいまで生きていたという、元宗とヤギヒの自責に取材した五道が代表作。その他、小刀馬場、刀匠器などがある。ありがとうございます。